皆さんこんにちは。ユシミックランドをご覧いただきましてありがとうございます。はい、本日はですね、中学校の授業で使ったり、テストでも使われる滝廉太郎さんの花、上手に歌える方法をお話ししていこうと思います。はい、はい、この花なんですけども、まず歌詞が難しいですよね。そうですね、歌詞がね、ちょっと昔の言葉というか、はい、古い言葉になってますので、まずちょっと、まあ、僕たちで簡単に訳したものをちょっと聞いてほしいと思います。はい、春のうららの隅田川、春の柔らかい日差しが降り注ぐ隅田川を、上り下りの船人が、船人が上ったり下ったりしている、貝の雫も花と散る、その、まあ、貝っていうのがオール、ね、この漕ぐものですね、はい、から出る雫はまるで花が散っているようだ。眺めを何に例うべき、この眺めは何に例えることができるだろうか。まあ括弧してね、いやできる、これはできないみたいなね、感じの半語ってやつですね、はい、そうですね、はい、文章になってるんですけども、はい、まあ、というように難しいです、はい、ちょっと2番も言ってみましょうか。はい、水やあけぼの露浴びて、見てごらん、夜明けに露を浴びて輝きながら、我に物言う桜木を、何かを訴えているような桜の木を、水や夕暮れ手を伸べて、見てごらん、夕暮れに枝を手のように伸ばして、我差し招く青柳を、私を招いているかのような青く茂る柳の木を。じゃあ3番、はい、錦織りなす朝廷に、美しい織物のように長く続く土手に、来るれば昇るおぼろ月、日が暮れると昇る霞がかった月、下に一刻も千金の、本当に一時さえもとても価値がある、眺めを何に例うべき、この眺めは何に例えることができるだろうか、といったね歌詞になってるんですけども、情景が思い浮かべやすい、はい、歌になってます。でこういった意味のことを歌ってるっていうのを踏まえた上で、どんな声色というか声で歌うといいと思います。こちら、春の穏やかな日を、日のその情景を賛美している歌だと思うので、うん、キラキラ喜びじゃなくて、穏やかな優しい音色で歌うのがいいかなと思います。なるほど、はい、春の風景を見てちょっと感動してるというか、そういうのもね、はい、見受けられるかなと思うんですけど、息が流れてないと何にも感情って伝わらないんですね。そうですね、そう、春のうららの隅田川って言っても伝わらないんですけど、うん、春のうららの隅田川、必ず息を少し流し気味にしながら歌うようにしてみましょう。はい、それではね、じゃあ1番から、はい、僕たちが歌ったのを聞いていただいて、こういうところを気をつけましたというお話をしていきたいと思います。それではお聞きください。お聞きいただきました1番なんですけども、はい、この歌何拍子ですか。この歌は、4分の2拍子、はい、4分の2拍子なんですけども、なので春のうららのっていう感じで拍が進んでいくんですが、はい、この曲一拍ごとにちょっと円を描くようなつもりで歌うと曲の雰囲気が綺麗に出てくると僕は思うんですね。例えばこの春のうららの下から上に行くときってね、ちょっと何事の時にも勢いをつけると思うんですけど、はい、春のこんな感じで歌っていくと良いんじゃないかと思います。で丸を書くんですが、丸を書いてちょっとずつ上に上がっていきましょう。メロディーも春のってね、こう上に行ってますので、下パートの方なんですけども、いきなり春の下に降りてしまうと暗くなってしまうので、音は下に降りるんですが、必ず上に向かってこう円を描いてるようなつもりで歌ってみましょう。この歌ね、ちょっと特徴的だなと思うのが、はい、32部休符ですかね、うん、そう、休符が入ってるんですよ。
この休符が入ってることによって何が変わると思います？曲調が、休符があることによって少しその曲調が軽くなるというか軽やかな雰囲気が出るのかなと思います、うん、そうですね、はい、あえて、ね、ここに休符を入れてるってことはこの滝廉太郎さんはこの春のなんでしょうね、軽やかさというか、うんね、なんか春が来た喜びみたいな、そういったのもちょっと入れたいのかなっていう感じがするので、うん、必ずこの休符、ね、意識してみてください。そして、ずっとね春のうららのと休符がついてたんですが、眺めを何にのところにはついてないんですよ。そう、ついてるとことついてないところをしっかり区別しましょう、はい、そう、まあ、言葉がねつながってるからっていうのもあるかもしれませんが、切って歌ってしまうと間違いになってしまうので、休符がついてるかついていないかというのは確認してください。はい、で一番最後たとうべきのとこなんですが、ここ僕的にはね母音を言い直してたとうべきみたいなタダーンっていうのを出した方がいいと思うんですけど、どうでしょうか。そうですね、私せっかくこの細かいフレーズだと結構あれですよ、なんか流すパーってそのさっき言ったように長いフレーズで歌うんじゃなくて、ここも少しその動きを持たせてほしいっていうことがあると思うので、うん、少し叩くというか何でしょうね、弾ませるっていう感じで歌った方が綺麗に聞こえるんじゃないかなとは思います、うん、それではじゃあ次2番お聞きください。竹棒の梅雨浴びて我に物言う桜木を それではお聞きいただいたところなんですけども、2番でございます、はい、今度は一緒に歌わず上パートと下パートでそれぞれが歌っていってますね、はい、で楽譜を見ていただいて上と下これどっちが歌うんだろうってわからない方もいると思うんですけど、はい、じゃあちょっと楽譜の見方についてご説明お願いします、はいはい、これ楽譜音符にこう旗がついてると思うんですけれども、上パートの人は上に旗がついている音符を歌う基本はそれになります。で下パートの人は音符の下に旗がついているものを歌ってくださいというのが基本になりますので、この花は、一番最初は下パートが歌うということになりますね。そうですね、はい、はい、旗っていうかねこの棒とか、そうです、ね、この下に向いてるものを下のパート、はい、音符のねこの丸に上についてるのを上が歌うと、はい、なっておりますので、そう下パートから歌っていきます。で下パートの方一番最初ピアノからスタートするんですけども、さっきね役のお話をしたんですけども、結構近くのお話じゃなくて遠くを見渡してるような、はい、お話をしておりますので、同じピアノなんですけどもボソボソボソって言わずに、そう夜明けとかちょっとね範囲が広いので遠くに向かって柔らかく小さく歌ってるつもりで歌った方がいいと思います。で上パートの方はねフォルテで堂々と歌い上げるので、まあ遠くを同じく意識して歌っていくのがいいんじゃないかと思います。はい、ではじゃあ3番ですね、3番はまたをハモっていくんですけども、3番お聞きください。意識織り出す3番を聞いていただいたんですけども、まあ、1番2番3番ともに一番最初に言ったこの円を描く、うん、これは常に感じながら歌っていきましょう、はい、で二色織りなす朝廷にということでね、いきなりフォルテでね、はい、歌い出すんですけども、やっぱフォルテって歌う時って気持ちが大きい時に、うん、はい、そう歌いますので息もしっかり流して、
はい、3番は歌い出すようにしてみてください。で、今までと違ってね、最後何にって高い音で伸ばすところが出てくるんですけども、はい、高い声どうやって出すといいと思いますか？はい、イっていう母音って結構この横に開いたりとか、うん、あと顎に力が入りやすい母音なので、割とこのなーにーにーが結構硬い音だったりちょっと下がってしまう傾向があると思うので、うん、しっかりあの上顎で上顎を使って音を出す。私がやっているのは、口はあのあに近い形で頭でイを思う、なんかイを出そうじゃなくてふにゃっとしたイを出そうっていうイメージで、あのその高い音に向かうと結構あのスーッと息が抜けるので、もしあのそれ声がちょっとやっぱ硬くなっちゃうなって悩んでる人はちょっとやってみたらいいかなと思います。そうですね、やっぱ柔らかい声でね、はい、出ると綺麗に出ますので、はい、であの音の捉え方ですね、うん、なーにーにーっていうのをなの位置からねスタートして、なーにーにーっていうとだいぶこう上がっちゃうんですね、うん、そうなのでなーにーにってもうなを言った後ちょっと上に早めに行くようなつもりで、なーにーにーじゃなくてなーにーにっていくとちょっと出やすいかもしれません、うん、確かにそう、早めに準備をするというかね、まあ、そういったところも男性女性問わずやってみていただければと思います。で、一番最後ですね、立とうべきと、はい、あの歌い終わっていくんですけど、フォルテのままですかね。そうですね、ね、フォルテのままで堂々と歌い上げて終わっていただきたいんですけども、はい、音が上パート下パートともに降りてくるので、うん、逆に出すぐらいのつもりでやらないとちょっとしぼんで終わって聞こえちゃうのがもったいないので、うん、はい、しっかり歌い上げて終わっていただければいいんじゃないかと思います、はい、ね、最初にも言ったんですけど、この曲テストにも出てくるということ で、ね、はい、もしよかったらこの動画を参考にしていただいて、はい、いい点が取れるといいですね。はい、そうですね、はい、それでは本日は滝廉太郎さんの花についてお話ししていきました。またね、何か他の曲の解説もすると思いますので、ぜひその際は動画をご覧ください。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。